はい、じゃあよろしくお願いします。今回は社会の地理、世界の資源とエネルギーについてお送りします。で、前回は日本の気候についてやってきましたけど、ここで話がガラッと変わってね、世界の資源とエネルギーをやっていきます。で、まずね、最初の6問なんですけど、これ地図の中に書いてある1から3は穀物名です。で、4から6が鉱山資源名を書いてほしいんです。で、多分ね、ちょっと見にくいと思うので、ぜひ見えないなって思う子は YouTube の全画面表示を使ってください。見にくい子はね、ぜひお願いします。で、その辺も含めて全部で10問穴埋めがありますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらってね、わかんないのがあれば今から全部説明していきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速1番のね、穀物名からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回ですね、地図を使ってますけど、1から3は穀物名です。で、例えばこれピンクなんで、このピンクに塗ってるところでその穀物が取れるんですけど、全部は書いてないです、細かいとこまではね。ただここを目印にすると分かりやすいですよっていうのをしてありますので、その辺まで確認してみてください。で、まず1番はですね、目印として、ヨーロッパのほとんどで取れるとかもあるんですけど、個人的にはね、オーストラリアが見やすくって、オーストラリアの左と右にちょこっと入ってるでしょ、オーストラリアに入ってるのはこれなんです。この穀物。で、何かっていうと、小麦、大麦です。つまり麦なんですけど、小麦、大麦。これがオーストラリアとヨーロッパを中心に取れます。アメリカもがっつり取れるんですよ。今回、青でちょっと塗られちゃってるんですけど、青の下にもピンクのゾーンがあるので、すごく取れます。でも、アメリカで判断しちゃうと青のとちょっと混ざってしまうので、オーストラリアで行くとすごく分かりやすいです、小麦と大麦はね。で、次2番の緑のゾーンです。で、緑はもっとあるんですけど、ものすごくアジア中心です。日本も入ってます。で、この辺のアジアを中心としているのは米です。米ね、日本人はね、米でいっぱい食べますんでね、イメージがつきやすいかと思うんですけど、アジアでよく取れます。で、3番の青です。で、青はやっぱりアメリカが一番わかりやすいです。で、北アメリカ、ここね、北アメリカにもあるし、南アメリカにもいっぱいあります。青のゾーン。他もありますけどね。で、それ何が取れるかっていうと、トウモロコシなんです。トウモロコシ。で、この3つ、こっちの麦って言っちゃいますけど、麦、米、トウモロコシ、これを世界の三大穀物と言います。3つの有名な穀物ってことね。で、もしかしたらみんなが受けてる社会の先生がね、もっと違う穀物も出してくるかもしれません、授業とか時とかにね。そしたらそっちも覚えてください。ただひとまずこの小麦、大麦、そして米、トウモロコシは最低覚えましょう。場所と、取れる場所と名前をね。じゃあ今のが穀物名です、これね。で、次鉱山資源名いきましょう。こっち青にします。で、鉱山資源名もいろいろ種類あるんですけど、まず絶対押さえてほしい3ついきます。で、1つ目は×のところ、これもちょっと見にくいと思うんですけど、で、×のところの目印はもうここです。ここにはサウジアラビアとかがあります、国として。で、ここに集中しているのは石に油で石油です。石油ね、これが取ります。取れます、感じて。で、次に、5番は丸です。丸で、丸の目印はこれね、結構はしょっちゃってるんで申し訳ないんですけど、丸の目印はオーストラリアの右側、つまり東側ね、とアジアです。ここにあるやつで、その場所にあったら石に炭で石炭です。取れるのは目印はオーストラリアの東だよ、東とアジアです。そこが目印になります。で、最後6番、三角、ちょっとしか書いてないんですけど、いっぱいあるんで、また言うけどいっぱいあるんですけど、目印として使えるのはオーストラリアの西側です。
それとカナダのこの部分も目印になりますけど、まあオーストラリアが分かりやすいかな。西側に来ていたら鉄に、ちょっと待ってね、揺れるな、鉱石で、鉄鉱石と言います。これが取れる、いいかな。なのでこの石油、石炭、鉄鉱石、この3つの名前そして場所はセットで覚えておきましょう。でさっきも言ったようにこっちでもね結構種類が多いんです本当は。あと多分ボーキサイトとか鈴とか出してくる先生いると思うんだよ。で授業の時にそこもねピックアップされるというか、先生が言うようだったらそっちもぜひね押さえてください。よし、じゃあ次下行きましょう。で世界でねエネルギー消費っていうのは年々増加しています。それはもともと先進国、発展してる国はもちろんエネルギー使うんですけど、発展途上国といってこれから発展してってる、今発展途上ね、どんどん発展してってる国が多くなってるので、世界全体としてはエネルギー消費がどんどん多くなっていく。でそうなるとホニャララ化が問題視されてきます。なまってきた。ホニャララ化が問題視されてきます。で何かっていうと、これ多分聞いたことある、地球温暖化ですね。これはエネルギーを消費する上で、二酸化炭素がいっぱい排出されてしまいます。なのでそれによって地球温暖化が今問題視されている。でもこのまま放っておくと本当にまずいんだよ、地球温暖化はね。なのでその対策として、例えば太陽光、ね、日本でもいっぱいありますね、太陽光発電とか風力発電みたいな感じで、こういうホニャララエネルギーっていうのを利用するとか、そういう工夫がされてます。でこの太陽光とか風力のことをですね、何エネルギーかっていうと、再生可能エネルギーと言います。これは言葉のまんまで再生することが可能、つまり再生できるエネルギーなんです。いいかい。太陽光は太陽がね当たっていればいくらでもできるし、風力も風が吹けばできるでしょ。だから再生可能エネルギー、こういうのを利用するなどといった二酸化炭素を排出量削減、つまり二酸化炭素を減らしていこうと。この辺二酸化炭素発生しないからね。そういったさまざまな取り組みがなされてます今で。もう一個問題があって、また鉱山資源です。これね、石油とか石炭とか、これ埋蔵量といってもともと埋まっています、地球に。でも当然埋まってる量には限りがあるの、いつかなくなります、使ってったら。だから限りがあるので、ホニャララ社会っていうのを実現するために、その鉱山資源、埋まってるね資源を有効活用、無駄に使わないという取り組みとか、トウモロコシなんかを先に利用したホニャララっていうのをエネルギー源とする取り組みなんかも広がってます。でまず何社会を実現したいか、何を目指してるかっていうと、これをね、ちょっと待ってね、長いんだ。持続可能な社会と言います。でそれは言葉のまんまで、持続することができる社会です。つまりこういうのを使っていってどんどんなくなっていって、で未来をね生きる子たちがその生きにくい世の中にしないで、あるエネルギーをもう一回どんどん使っていける、持続していける社会にしていこうと、そういうのを目指しています。でそのために鉱山資源を有効活用したり、さっき言ったトウモロコシなんかが最近ねちょっと注目されていて、そういうのを利用したものをバイオエタノールと言います。でこういうのをエネルギー源、噛んでるね、エネルギー源とする取り組みなんかも広がってます。ただこのバイオエタノールはすごい発明というかだと思うんだけど、食べ物を使っているのでっていうね、ちょっと問題されてるっていう面もあるんだけどね、まあ一長一短ですわね、とは思うんですけど、こういった取り組みがなされているので覚えておいてください。いいかな。では今回は社会の地理、世界の資源とエネルギーについてお送りしました。今回もね見ていただいて本当にありがとうございました。で今回は世界ですね、世界の資源とエネルギーやったんですけど、次回は今度日本の
資源とエネルギーについてね、ちょっとね、やりますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。じゃあ、今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。